こんにちは、ネコス王国です。本日は漫画版ドラゴンボールスーパーについてです。前回の動画でもお話しした通り、漫画版ドラゴンボールスーパーは、次回の第100話でスーパーヒーロー編がついに最終回を迎えるものと思われ、ファンの間では新章に期待する声が高まっている状況にあります。現在の公式情報では、編集担当のビクトリー内田氏によると、第100話にて、とんでもないことが起こるとされていますので、一体何が起こるのか、本当に12月21日のルイジャンプ発売日が楽しみなわけですが、そんな中、海外の BB ファンの間ではすでに、なんと、第100話で起こるとされている、とんでもないことについての情報と思われるものが出回っており、その情報源がセルマックスやダイマの存在を当てるなどしている実績のある人物なので、この情報が当たる確率はかなり高いと考えられます。もちろん、未確定情報ですので当たらない場合もあるかと思いますが、このとんでもないことについて、まだ一切知りたくないという方は、ここでブラウザバックしていただくのも選択肢としては全然ありかと思いますので、そういうことでよろしくお願いいたします。では、準備はよろしいですね。第100話で起こるとんでもないことを、一部予想込みで簡単なストーリーにしてみましたので、どうぞご覧ください。悟空とベジータは、ウィルス星でのバトルを終え、わずかな差でベジータが勝利すると、お互い地面に倒れ込むが、そんな中、それと同時にある人物が、ウィルス星にやってきた。やってきたのは、なんと、フリーザだった。フリーザだ。悟空とベジータは驚いた。まさかウィルスが一緒にいるこの状況で、フリーザが狙ってくるとは考えていなかったからだ。悟空たちの姿を確認し、こちらに向かって歩いてくるフリーザ。シリアル星であった時に逃がしてもらっているため、今度こそ殺しにやってきたのだろうと悟空とベジータは思った。しかしその時、悟空たちと共に修行をしていたブロリーが、フリーザを見るや否や鼻息を荒くし、気を高めていくではないか。フリーザ、俺のお父さん、なんで死んだ？ブロリーはそう言うと、ゆっくりとフリーザの方に歩いていく。ブロリーは地球での戦いで父親のパラガスを失っており、当時自身は狂うように戦っていたため、なぜ死んだのか疑問を抱くこともなく、さらに虐待も受けていたため、父親の束縛から解放されたことについては当然、悪く思ってはいなかった。しかし、戦いの後バンパでの生活に戻ると、ブロリーはパラガスのことばかり考えていた。ひどい父親ではあったが、何十年も一緒に暮らしてきた唯一の肉親であり、バンパに飛ばされた赤ん坊の自分を追いかけてきてくれたのは、パラガスだけだったからだ。ブロリーは、パラガスが死んだ理由は流れ弾などではなく、フリーザが殺したからではないかと考えたが、当時その瞬間を見ていなかったため、証拠がない。だから、次にフリーザに会った時に問い詰める予定でいたのである。フリーザ、お父さんを殺したのはお前か？歩きながらフリーザを問い詰めるブロリー。するとフリーザは、あなたのお父さん、ああ、パラガスさんのことですか。ほっほっほ、よくわかりましたね。でも、あの時は仕方なかったんですよ。あなたをスーパーサイヤ人に覚醒させるために必要な行動でしたから。怒りが頂点に達したブロリーはスーパーサイヤ人に変身すると、超高速でフリーザに向かっていった。やめろブロリー、と悟空は叫んだが、手遅れだった。フリーザを殺すことしか頭にないブロリーは、手始めに腹に強烈なパンチをぶち込んだが、フリーザはびくともしなかった。続けてブロリーは口から超強烈な破壊光線を至近距離で放ったが、フリーザはダメージを受けていないどころか、同じ場所から一歩も動いておらず、その後も何度も攻撃を繰り返したが、すべて無駄に終わってしまった。自身の攻撃が完全に無効化された現実を目の前にして、ブロリーは震えた。ブロリーさん、あなたにも見せて差し上げましょう。私の強さの秘密を。そう言うとフリーザは、一気に気を高め、ブラックフリーザに変身したのだった。そのまがまがしい黒色の肌は、不思議なことにゴールデンフリーザの時よりも輝いているように見えた。ブロリーから視線をそらすと、フリーザは悟空とベジータの方に向き直る。フリーザ、おめえオラたちを殺しに来たんだろ？悟空がそう言うと、フリーザはにやりと笑いながらこう答えた。ほっほっほ、ま、本来であればそうしたいところなんですが、こちらにも事情がありましてね、あなたたちを今倒すことはできないんですよ。事情だと、なぜここへ来た？貴様の目的は一体何なんだ？ベジータが問うと、フリーザの顔からにやついた表情が消えた。そして、彼は驚愕の事実を明らかにするのだった。孫悟空さん、ベジータさん、ブロリーさん、私が今日ここへ来たのは他でもありません。あなたたちの力を、私に貸してほしいのです。は？な、なんだと？僕たちは目を丸くした。あのフリーザが、手を貸せと言ってきたのだ。なんでオラたちがおめえを助けなきゃいけねえんだ？そうだ。誰が貴様なんかに。やれやれ、私は力の大会で手を貸したでしょうに、その恩を忘れたんですか？いや、おめえはそれで約束通り生き返ったんだから、貸し借りはなしだろ。いいですか皆さん、私だってあなたたちの手なんか本当は借りたくはありませんよ。でも、もし私とあなたたちが組まなければ、間違いなくあなたたち、そして私も死ぬことになるでしょうね。オラたちもおめえも死ぬ？ダニー、どういうことだ？もうお分かりでしょうに、近いうちに新たな脅威がやってくるんですよ。今の私だけでは到底かなわない最強の敵がね。おめえでも勝てねえ奴がいるってのか。そうです。そいつを倒さないと私たちに未来はありません。だから私とあなたたちで共闘し、なんとか勝利するしかないんですよ。そいつは何者なんだ？なぜ貴様や俺たちを狙う？詳しいことは移動しながらお話しします。とにかく、あなたたちにはもっと強くなってもらわないと私が困るんでね。奴が来るまでまだ少し時間はあるでしょう。今から私についてきてください。オラたちをどこに連れて行く気だ？私が以前見つけた、とある惑星にある不思議な部屋ですよ。そうか。貴様が以前修行したという精神と時の部屋だな。だが精神と時の部屋は地球にもある。わざわざ貴様の手を借りる必要はない。では、その地球の部屋の重力はどのくらいですか？確か地球の10倍程度だ。なら、そこは全然ダメですね。キコノの計算によると、私が使用した部屋の重力は、地球の約1万倍に相当するらしいですから。1万倍？おめえはそんなとこで10年間も修行してたんか。クック。貴様がブラックフリーザになれたわけだ。ご理解いただけたようですね。では参りましょうか。私の宇宙船に乗ってください。ウィルス様、ルイスさん、悪いけどちょっと行ってくる。僕たちはフリーザと共にビルス星を離れていった。全く騒がしい人たちですね。おや、ビルス様、どうかされましたか？まさか。いや、そんなわけがない。あいつなわけがないんだ。なんだ、この胸騒ぎは、この地球に、またしても危機が迫っている。確信はできんが、今までとは比較にならん。絶望的な予感がするぞ。レッドリボン軍を倒したばかりだというのに、仕方ない。まずはご飯に知らせよう。ということで、このストーリーは私の予想の部分が大きいですが、とりあえず今出ている情報では、フリーザがビルス星にやってきて、新たなる脅威の存在を明らかにし、悟空たちに協力を求める流れになるらしいです。これが事実であれば、新章はかなり面白くなるんじゃないでしょうか。正直、もうブラックフリーザを超える敵が出てくるとはびっくりですよね。確かにビクトリー内田さんの言う通り、とんでもないことですねこれは。敵はどんな奴になるのでしょうか。それだけ強いとなると、やはり第7宇宙の外から来るのでしょうか。先ほども言ったように、この通りになるのかどうかはまだ私にもわかりませんが、確率的にはかなり高いと思われますので、期待はできると思っています。ということで本日は以上となります。皆さんは今回の動画内容についてどう思いましたか？コメントをお待ちしております。最後にチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。